どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、レバーを動かして T-Rex をブンブン動かす、アニアジュラシックワールドを蹴散らせ最強 T-Rex を見ていきます。この大きな T-Rex がね、ブンブン動くみたいなんですけど、どういった動きするのかってね、めちゃ気になりますよね。で、動かすレバーがこちらとなってますね。で、箱ね、くるくるーと回して、後ろセット内容が書いてまして、T-Rex にステージ、あと岩が入ってるようです。で、あとね、遊び方とかもね、書いてますね。では、箱から取り出します。それでは、パーツの方ね、組み立てますね。こちらが岩下、大きい方ですね。で、こっち小さい方が岩上なんですけど、この、岩下の方に乗せます。なんかバチッとね、はまんないんですよね。うん。ポンってこう乗せる感じですね。で、ステージの恐竜が乗る下ら辺ですね。ここに溝があるんで、さっき組み立てた岩を、はい、セットして、反対側に同じように岩をセットします。T-Rex をセットするステージはこれで組み立て完成です。次はね、大きな T-Rex 組み立てます。組み立て簡単で、後ろ足をね、セットするだけですね。バチッとはめて、反対側も同じようにバチッとセットして、白亜紀後期北アメリカ大陸に生息してました。ジュラシックワールドといえばこちらの恐竜、T-Rex 組み立て完成です。ね、大きさが約 26.5 センチで、で、高さが約 13.5 センチあります。アニア・ジュラシックワールドの T-Rex を横に並べるとこんな感じで、アニアのね、T-Rex がめちゃ可愛く見えるサイズになってて、迫力のあるね、大きさとなってますね。で、アニアではないんですけど、先日ご紹介しました、こちらマテルのダメージ T-Rex2 の方ですね、背中にボタンがあって、ボタンを押すとですね、この横がね、くるんとこうパーツが回転して怪我しちゃうっていう、反対側もね、怪我するんですよ。はい、こんな感じでくるっと回って怪我するかっこいいね、T-Rex なんですけど、こちらとね、サイズを見比べるとですね、やっぱりダメージ T-Rex 大きいですね。ダメージ T-Rex よりかは小さい。はい、前から見るとね、こんな感じとなってますね。色はね、薄い茶色カラーですかね。ところどころちょっとね、濃いところなんかもあったりして、迫力のあるね、塗装になってますね。T-Rex のサイズ大きいんですけど、プラスチックでできてて、意外とね、軽いんですよ。大きな頭、迫力ありますね。で、ところどころこのね、濃い塗装が入っててね、かっこいいですよね。で、口がね、開くんですけど、この、首のところにレバーがあって、ここを押すと、カバッと、こうね、口が開くようになっててですね、口の中は歯がね、ずらっと並んでて、あと舌もあって、この口の中の造形なんかもね、よくできてる。はい。で、首のところね、シワがあって、また傷もあるんですよね。うん。この辺なんかもかっこいいですよ。で、がっちりした体ですね。これ傷かな？傷じゃないのかな？シワかな？で、前足は、動かせます。短い前足ね、前後にこうやってね、動かせるようになってますね。で、爪のところね、暗いグレーカラーになってて、あと、がっちりした後ろ足。すごい。この筋の入り方がすごいかっこよくて、影になる部分かな、ここが、濃いね、塗装がされてるんですよね。で、後ろ足の部分も、爪のところ、綺麗に塗装されてて、後ろ足ね、稼働します。カチカチっとね、こんな感じですかね。下まで動かすとこちらで、はい、一番上まで起こすとこちらですね。窓範囲はそこまで大きくないですかね。で、あとね、後ろの尻尾なんですけど、くねくねと、ほんとアニアのフィギュアみたいな感じで、こうやってね、動かすことができるようになってて、またね、プラスチックなんでね、動きめっちゃスムーズですね。で、ちょっとね、残念なところは、これ反対側、ネジがね、ネジがいっぱいあるんですよ。穴ぽこがいっぱい開いてて、こっちから見ると、かなり見た目悪いです。うん、こっちから見ちゃうとね、あーって感じになっちゃう。ただ、反対から見るとかっこいいんですけどね。あとね、頭の部分も一応ね、ごまかしてくれてるんですよ。ネジのところね、こうカバーして、ちょっとわかりにくくはしてくれてるけど、このね、丸いこう溝があるから、うん、どうしてもね、こっちから見ちゃうと、あんまりかっこよくないんですよね。大きな T-Rex セットしますね。この、丸いところですね。この、足跡があるんで、ここにさっきご紹介した T-Rex を、はい、セットしますね。で、グッと押します。はい、バチッと落として、これでセット完了になります。T-Rex をセットしたステージを見ていきます。まず左側にあるのは、これは、レバーですね。ではですね、レバーを傾けるとこんな感じで T-Rex が、
動くようになってるんですよね。すごい、こう前に倒すと、T-Rex が前に倒れて、またね、下に動かすと、この台がね、こう下に降りて、T-Rex が元の状態に戻りますね。レバーの反対側にはですね、このハンドルがあって、これね、持ってこうやってね、回すことができるようになってて、ハンドルを回すと、こんな感じで T-Rex がくるくる回って、で、逆回転で回すと、反対方向に T-Rex が回るようになってますね。で、早く回すとね、T-Rex も、すごい激しい、めっちゃ早く回る。おお、ちょっとね、回しすぎるとなんか飛んできそうになる。このね、ステージここね、結構スペースがあるんで、この辺にね、恐竜フィギュアとか飾れて、でさっきセットしたこの T-Rex の横のこの岩ですね、緑色の岩のところに、ここにも恐竜フィギュアをセットできるようになってて、反対側も同じですよね。ここにも恐竜フィギュアを乗せて、でT-Rex をね、激しく動かしてこう倒して遊ぶことができるようなんで、早速やってみます。いろんな距離置いていきます。まずね、新しく出たこちらね、ディメトロドン、はい、ここに置いて、これ多分倒れないでしょうね。パラサウロロフスをね、こちらにセットして、ここを倒れそうだな。上の段にはスピノサウルスをセットします。反対側にはね、箱と同じようにこちらね、ピロラプトルをね、こうちょっと飾って、でこちらワイルドバージョンのT-Rex を、はい、ここに T-Rex 対 T-Rex。 この膨らんでるところにもね、乗せれそうなんだけどな、いけるかな。ステージに、アニアの恐竜フィギュアセットできました。セットするとね、こんな感じ、かなりいっぱい乗せれますね。レバーとハンドル動かします。まず上下に動かして、あ、これでは恐竜当たってない。では回しながらね、おお、すごい、おお、うわ、岩も飛んでってる。なんとなんと、あのね、ディメトロドンは倒れないだろうなと思ってたら飛んでいきましたね。で、あと、あの小さい岩もなんか当たって飛んでいくみたいですね。 T-Rex の動きがめちゃめちゃ激しいですね。 T-Rex のどの部分が当たってるんでしょう。ピロラプトルをこの上に置いて、で、ハンドルをぐるぐる回します。回して、あ、当たってないね。当たってないですね、これね。で、勢いよく回すと状態が下がってきて、わっ、激しい。多分頭が当たってるんでしょうね。尻尾は当たってなかったですね。ハンドルを右へ左へちょっとゆったり動かすと、尻尾がね、ゆら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 動いて、めちゃ可愛いです。これ、すごい面白い。では他の恐竜もね、ちょっとセットしてやってみたいと思います。はい、次はね、ブルーのスノーバージョンに、ブラキオサウルス、バリオニクスに、アンキロサウルスに、アトロキラプトルタイガーと、あと T-Rex をセットしました。箱の説明書きにね、あの別売りのアニアジュラシックワールド大きな恐竜王国マップに入ってる、こちらシダの木ですね。これを加えて遊べるって書いてたんで、ちょっとやりたいと思います。T-Rex に木を加えさせるとこんな感じで。で、またね、アニアの恐竜フィギュアなんかも口にパクッと加えて遊んだりもできるみたいですね。レバーにハンドル動かします。うわ。うわ、一瞬。そう、ハンドルのスピードね、結構上げると、この左側のレバーを使っても、元の位置にね、戻らない、これ。そう、くるくるね、勢いよく回すと、T-Rex が傾いて、で、レバーを動かしても、全然ね、これ、意味ないんですよ。こう、左側のレバー。ね、ずっとね、状態下げた状態になっちゃいますね。最後に T-Rex の取り外し方なんですけど、まずレバーでこう傾けます。はい、前に倒して、で、T-Rex を持って、さらにこう前にね、倒します。かかとから取る感じですね。はい、こんな感じで、T-Rex を取ることができるようになってますね。こちらレバーとハンドルを動かして、T-Rex をね、操作することができるケチらせ最強 T-Rex をご紹介したんですけど、T-Rex の動き激しすぎですね。このステージ前のとこですね、ここに置いたディメトロドンは当たらないだろうなって思ってたんですけど、めっちゃ当たってなんか飛んでいっちゃってましたね。この T-Rex ね、アニアよりサイズね、ちょっと大きいんだけど、まあでもね、一緒にこうやってね、手で持って遊ぶこともできるんでね、いろんな遊び方ができそうですね。
どういった動きするのかっていうのをね、気になってた方も多かったと思うんで、よかったら参考にしてください。で、こちらの商品、僕、エディオンさんで買ったんですけど、税込みね、6330円でしたね。結構高いんですよね。まあ、大きい商品といえば、プレイセットもあるんで、それもね、セットのフィギュアがすごいかっこよかったんで、早めにね、開封してご紹介したいと思います。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらチャンネル登録に、ベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃ、またね、バイバーイ。